レットたちは？もう中に入ったみたいね。早く行きましょう。さあ、我が娘コレットよ、最後の封印を今こそ解き放て。そして人としての営みを捧げてきたそなたに最後に残されたもの、すなわち心と記憶を捧げよ。それを自ら望むことでそなたは真の天使となる。なんだって？心と記憶を捧げるだと？コレット、僕らを忘れちゃうの？コレットはここで人としての死を迎え、天使として再生する。どういうことだよ先生。ごめんなさいロイド、コレットに口止めされていたの。世界を再生すればそれと引き換えにコレットが死ぬ、死ぬことが天使になるということなの。それは少し違う。巫女の心は死に、体はマーテル様に捧げられる。コレットは自らの体を差し出すことでマーテル様を復活させるのだ。これこそが世界再生、マーテル様の復活が世界の再生そのもの。そんなのって。レミエル様、シルバラントには隣り合うテセアラという世界があるそうですね。そなたが知るべきことではない。ことさらに隠すのは本当だからね。そのような話誰から聞いたのだ？クルシスでも両方の世界を平和で豊かな世界にすることはできないのかい？巫女がそれを望むなら天使となって我らクルシスに力を貸すといい。巫女の力でマーテル様が目覚めれば二つの世界は巫女の望むように平和になろう。本当かだと？なぜ自分がここに来たのか巫女は分かっておろう。まさか本当に死ぬつもりかい？ダメだコレット、お前が犠牲になったらお前のことが好きな仲間も家族も友達も俺もみんなが悲しくて犠牲になるのと同じだ。離せジーニアス。僕だってコレットが変わってしまうのは嫌だけど、それならどうすればいいの？シルバラントのみんなも苦しんでるんだよ。それは巫女一人が犠牲になれば世界は救われる。それともお前は世界より巫女の心だけが救われた方がいいというのか？さあコレットよ、父の元へ来るのだ。待てよレミエル、本当に他の方法はないのか？コレットはあんたの娘なんだ。あんただって本当はコレットが死ぬことなんて望んでないんだろ？娘だと？笑わせる。お前たち劣悪種が守護天使として降臨した私を勝手に父親呼ばわりしたのだろう。何？私はマーテル様の器として選ばれたこの生贄の娘にクルシスの奇跡を授けただけだ。コレット！ロイド、大丈夫だよ。私、
気がついてた。何度かレミエル様に会ううちに、この人は違うって思っていたから。でも、どうしてだろう。なんだか、目の奥が痛いよ。コレット、気づいてたならなんで？私の声、聞こえるの？嬉しい。最後にロイドにさよなら、言えるね。コレット。ごめん。助けてあげられなくて。ごめん。もう間違えないって誓ったのに。俺、また間違えてたみたいだ。うん。ありがとう、ロイド。私、ロイドがいたから、この世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ロイドがいたから。私、16年の命をちゃんと生きようって思えたの。だから。コレット！もう、時間、みたい。さよなら。どうだ、とうとう完成した。マーテル様の器が完成したぞ。これで私が四大天使の空位に収まるのだ。待ちな、コレットをどうするつもりだ。天に導くつもりなのよ、貴様。許せねえ。何がクルシスだ、何が天使だ、何が女神マーテルだ。コレットを返せ。そうはいかぬ。この娘はマーテル様の器、長い時間をかけてようやく完成したマーテル様の新たな体なのだから、貴様たちにはもう用はない。消えろ。お前たちにもう用はない。消え去るがいい。やらせるか。裁きを。新発見だわ。ほとん。エンガー、ジャンプでアースラスト。エンゴスルは、行くわよ、バリア。エアースラスト。行くわよ、ジャンプだ。最強の力が、なぜ！？